본방와 노무라 코인치です. Tutor, traveling without movie. 今日は1月17日。1月17日というと1995年午前5時46分に阪神淡路大震災が発生しました。もう26年前っていうことなんですけども、僕は十何人が住む家にその当時いて、ちょうど日本にいたんですけども、目が覚めてテレビつけて大騒ぎっていうのを覚えてますが、自分は21とか2だったと思います。まあ今コロナがひどいですから、地震のことなんて考えれないっていう人も多いと思いますが、天災っていうのは忘れた頃にやってきたりもしますので、こういうとこそ備えあれば憂いなし。車がある人なんていうのはもうキャンプ用具を全部積んどいたりしてもいいんじゃないんでしょうか。ちなみに僕も車のトランクっていうのはもう全部テントと寝袋とっていう、そういうもので埋まってます。